ユニオンパシフィック鉄道、ユニオンパシフィック鉄道、ユニオンパシフィック鉄道、ユニオンパシフィックレールロード、アップ、NYSE、アンプはアメリカ合衆国際大規模の鉄道会社。1862年設立。本社はネブラスカ州オマハ。2016年現在の社長、CEO はランス・エム・フリッツ。ユニオンパシフィック鉄道の線路網は、 アメリカ合衆国の西部から中部の多くをカバーし、シカゴ西部やニューオーリンズにまで達する。2007年現在、営業範囲は32,205マイルに及び、そのうち26,354マイルは自社所有である。この規模はアメリカ国内での展開する鉄道で最大である。これらの路線は、ミズーリーパシフィック鉄道、シカゴノースウェスタン鉄道、 ウェスタン・パシュフィック鉄道、ミズーリー・カンザス・テキサス鉄道、デンバーリオグランデ・ウェスタン鉄道などの買収によって成し遂げられた。他にも、メキシコが死臭国におけるフェロメックス株を26%保有している。競合他社の筆頭として、BNSF 鉄道があり、ほぼ同一の地域をカバーしている。ダウ輸送株20種平均の構成名柄のうち、 前身のダウ・ジョーンズはベレージ時代を含めて、産出開始以降、現在も選出されている、唯一の企業である。1862年のを受けて、同年7月1日に法人化された。太平洋鉄道法は、当時の大統領であったエイブラハムリンカーンによって、承認されたものである。太平洋鉄道法は、南北戦争中の連邦の維持の目的で、ミズーリ側から、 太平洋までででを鉄道でつなぐというものであった。サンフランシスコ湾から東方へ構築されていたセントラルパシフィック鉄道と接続するために主要出資者であるの指導のもとでアイオワ州カウンシュルグラフスから西へ構築した路線は内戦時にはアメリカ人労働者から技術を学んでいたアイルランド王人労働者の手によって主に構築されていたついに二つの路線は ユタ州オグデンの西53マイル、約85キロメートルにある1869年5月10日に、つながり、北アメリカ最初の大陸横断鉄道となった。その後、アップは、モルモン橋が付設した三つの鉄道、すなわちユタセントラル鉄道、ユタサザン鉄道、ユタノーザン鉄道を吸収。さらに路線を建設、あるいはローカルな鉄道を吸収しつつ、東は、 コロラド州デンバー、西はオレゴン州ポートランドを経て太平洋岸北西部へと延伸した。さらに1880年デンバーとカンザスシティを結ぶカンザスパシフィック鉄道を買収した。1872年クレジットモビリエ社のスキャンダルのそれとなり南部支店は新たに組織されたミズーリー・カンザス・テキサス鉄道に譲渡されている。 再生した会社はすぐに業績を回復し、1901年にはサザンパシフィック鉄道の経営権を獲得できるほどに体力があったが、1913年、合衆国最高裁判所により経営権を切り離された。最終的には1996年、活動上の思惑から SP を買収した。1980年代には MP と MKT を再び吸収した。 1936年、アップはアイダホ州サンバレーにリゾートを建設。その夏にはオマハの技術部門が初めてのチェアリフトを設計した。1948年から1970年代初期にかけて世界でも類を見ない大規模な編成からなる電気式ガスタービン機関車を運用した。ジーテルズは一時、 鉄道輸送における10%以上を運んだが、70年代の燃料コストの増大によって、使用は停止された。2007年の年度報告書によれば、アップが運用する車両数は下記の通りである。車両によっては、アップ所有だったものをリース会社に売却し、そこからリースを受けているものもある。比較用に2014年度報告書に記載されている。 車両数も平気する。数字は2013年度末のものである。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。